はい、のんち TV 始まりました。全国のドラマファンの皆さん、こんにちは。 D のんちザワイズです。はい、今回は舞い上がれの第51話について話していきましょう。はい、第51話、今回は舞ちゃんが、セカンドソロ、ソロ飛行の2回目をやりますよっていう回でしたね。まあ他の人たちはもうね、ソロ飛行を多分2回目もやってるんですね。もしかしたら3回目もやってるのかな。舞ちゃんだけは、舞が岩倉学生だけは、まだね、2回目ということで、ね、みんながね、いろいろアドバイスをしてくれてるみたいな感じでしたね。特に吉田学生がね、こう岩倉学生にこう好意を持ってる感じがね、ひしひしと伝わる感じですよね。矢野凛子でしたっけ、山崎ひろなさんね、もうなんかそれに気づいてるって顔してますよね。そして柏木学生、目黒蓮さんがちょっとやりすぎ感が出ててね、ちょっと今吉田学生の方がいいんじゃないのみたいなね、雰囲気にはなってんじゃないですか。視聴者の皆さんどうですか。私もちょっと柏木学生あの感じだったらちょっと苦手ですけどね。まあそれに加え今回はね、岩倉学生ソロのね、フライトソロ飛んでる時にね、風が強くて、なかなか着陸できるなんか風の弱さじゃないっていう感じでね、違う空港に降りなさいみたいな指示が出て、で普段いつも降りてるところじゃないところに行くという場面でね、それは不安ですよね。初めて行くね、初めて着陸する場所どうすんだみたいな時に、なんとね、大河内教官が、吉川晃司さんが右を見ろとか言ったら、右にね、急にね来たんですよ、飛行機に乗って、その岩倉学生のね、舞ちゃんの顔はね、もうね、教官ありがとうっていう、もう教官への憧れというか、教官へのなんかね好意が見えましたね。ということで今3人が岩倉学生に襲いかかるじゃないの。3人がこうなんかいますね。3人がいますねっていうのは変だけど、こう舞ちゃんの中ではね、3候補あるんじゃないですかこれでね。まあちょっと柏木学生がちょっと分が悪いかなという感じありますね、今のところね。まあ大体そうだ、今回山下美月さん出ましたね。近況報告会じゃないけど電話でね、まだ返事してないのみたいな感じだったんですけどね、本当に舞ちゃんすぐ返事してあげたらいいのに、ずいぶん返事が長いっすよね。まあっていうことはでもあんまり別にいいって感じでもないってことですよね。まあ助けてくれたり優しいな、だけどそれ止まりなのかもしれないですよね。今のままだと柏木学生はちょっとね分が悪いですね。いやこれね、吉田学生もガンガン言ってくれたらいいんですけどね。
いやー、まあただもう舞ちゃんはこうこれでね助けてもらっちゃったから、大河内教官がいいなみたいな感じになっちゃいましたね、これはね。まあまた話は戻るけど、くるみちゃんのね方のね、あのお医者さんが毎回くれるみたいに言ってましたね、差し入れみたいなね。これはもうすごいことですよね。そっちもなんか長々とやっていただきたいですね。そっちが楽しみですね、ちょっとね。はい、そんな感じで、まあ今回はちょっと吉川晃司さんがかっこよすぎなんじゃないですか、これね。大きな空にこう2機の飛行機が並走するっていうんですか、あれはなんていうんですかね、シーン良かったですね。はい、そんな感じで明日どうなるか楽しみです。はい、私 D のんちザワイズは今週金曜日に、我々のバンドキャプテンカウンのライブがありますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。吉祥寺のシルバーエレファントとなっております。ぜひぜひ会場まで遊びに来てください。今回はもうクリスマス、完全クリスマスです。もうどこよりもすごいクリスマスのライブをねお届けしますんで、ぜひ遊びに来てください。そして我々キャプテンカーンの曲がニューシングルが12月3日に、出ましたので、ぜひ皆さんいろんなところで買ってください。iTunes なんかに、ね、キャプテンカーって入れれば出てきますんで、ぜひ買ってください。私 Apple 信者ですからぜひ iTunes で買っていただけたら嬉しいなと思っております。よろしくお願いします。ピックユーアップっていう曲をね、ありますね。で他の曲もありますんでね、まだ聞いたことないよって方はね、ぜひぜひご購入お願いします。一曲で何日間か結構幸せな気分になれると思いますよ。音楽でねこう心を温めてください。この寒い冬を音楽で乗り切ってくださいよ。はい、そんな感じで、12月16日の金曜日に、ね、ありますから、ぜひチェックお願いします。そしてですね、そのどうしても来れないって方、有料の配信のやつがありますんで、ぜひご購入いただけたらなと思います。よろしくお願いしますね。まあね、ほんと一番はやっぱ来てもらいたいんですけどね、とはいえね、東京まで来るなんていうのはめんどくさいっていう、めんどくさいっていうか、なかなかね地方の方、海外の方難しいと思うんで、そういう方はぜひ配信の方お願いいたします。はい、それでは今年も残り少なくなってきました。張り切っていきましょう。はい、それではまた、バイ。